こんにちは。それでは今からですね、そろばん10級の問題の解説をしていきたいと思います。この10級では足し算の九九並びに引き算の九九、そういったものを駆使してやっていく級になります。こんな感じですね。10の足し算九九と引き算九九が出てきたり、5の足し算九九、5の引き算九九、友達は10になる数、相手は5になる数、このようなものが出てきます。これらを実際にそろばんを弾きながら理解して覚えていくことによって、この10級っていうのは満点が取れるような仕組みになってますんで、一緒に頑張っていきましょう。まずこのシールが貼ってあるところなんですけど、そろばんの真ん中なんですね。で、そろばんの真ん中、このシールが貼ってあるところが常にやってる問題のすぐ下に来るようにしたらいいんですよね。例えば今1問目をやろうとしてる時に7円をここに置いちゃうと、目線はこっち行ったりここに戻ったりして、目線の移動をする時間がもったいなくなるんですね。なので1問目をやるときは必ずここになるようにしておけば便利ですね。それでは早速1問目から解説していきますね。まず7円をつまみます。その次5を足すときは足せない5になるので、5を取って10を入れてください。そして1円そのまま入れましょう。その後足せない3は5を入れて2を取ります。その次6っていうのは1と5でできてますから、1、5、10と入れてください。で、2円もそのまま入れましょうか。その次の8足すときは足せない8になるので、足せない8は2を取って10と入れてください。盤面に浮かんでいる数字が32ですから、答えは32なんですね。で、この答えを書くときにですね、よくそろばんを動かしてから書いたりする人がいるんですけど、そうすると動かしている時間ももったいないので、それはなるべくやめましょう。必ず答えを書くときは上から腕を乗せて書くのがいいとされていますね。はい、それでは次の問題、2問目に移るときは左手でそろばんを右にスライドさせましょう。そしてボタンをカチッと押します。この時人差し指届かない年長さんとか小学生低学年の中でいらっしゃると思いますので、届かない場合は中指で押していただいても構いません。で、鉛筆は書く時はこのように持ち替えたと思うんですけれども、弾く時はカタカナの子を作るイメージでやっていきましょう。それでは2問目に移ります。まず7円をこうやってつまんであげてください。で、引けない3は2を入れて5を取りましょう。その次足せない4は5を入れて1を取りましょう。その次5はそのまま引いちゃってください。そして1円はそのまま足しちゃってください。足せない8になるので2を取って10を入れましょうか。その次引けない6は10を取って4を入れます。足せない4になるので5を入れて1を取るんですね。なのでこの答えは6ですね。こんな感じで1問1問丁寧にやっていけば必ずできるようになりますからね。それでは3問目に移りますね。まず7円をつまみましょう。6円を入れるときは、6っていうのは1と5でできてますから、1、5、10と入れてください。その次4円足すときは5を入れて1を取るんですね。で、1円そのまま入れますよね。その次足せない9になりますから、1を取って10と入れるんですね。その次足せない5は5を取って10です。その次足せない8は2を取って10です。答えは40というふうになります。で、まあ、今3問目まで行く流れで1回1回そろばんから手が離れてたでしょ。で、これは説明するためにあえてやっただけであって、通常一生懸命本当に時間を意識して弾くときはですね、まあ、こんな感じでもうそろばんがなるべく手から離れないようにやっていくっていうのがまあ鉄則なんですよね。はい、まあ、そんなことを踏まえながら次4問目に移りたいと思います。はい、まず2円入れちゃってください。2円を入れた後足せない9になりますから、1を取って10と入れるわけですよね。その次引けない3は10を取って7をつまみましょう。その次6っていうのは1と5でできてますから、1、5、10と入れてください。そして1円はそのまま引きましょう。その次足せない7は3を取って10と入れます。そして引けない4は10を取って6をつまみましょう。こんな感じで答えが出てきます。16ですよね。はい、
徐々にペースアップしていきましょうか。5問目です。4を入れます。足せない6は4を取って10です。7円そのままつまみましょう。足せない8は2を取って10です。3円そのまま入れましょう。1円そのまま入れましょう。足せない9は1を取って10です。答えが38というふうになります。そして問題を動かしてください。ここからまあ6問目行くときにちょっとソロ版が映らないので、問題を動かすときは分子をまず離してこうやってずらしたらいいんですよね。はい、それではしっかりやっていきますね。はい、8円をこうやってつまみますね。見えてますでしょうか。はい、7円引くときは7っていうのは2と5でできてますから、まず2を取って5を上げてくださいね。 OK ですか。2円はそのまま入れます。1円もそのまま入れます。5円もそのまま入れます。3円はそのまま引きます。引けない4は1を入れて5を取るんでしたから、答えが2ですよね。こんな感じですね。はい、次の問題です。8円をつまみましょう。足せない7は3を取って10です。6を入れるときは1、5、10。3円はそのまま入れてください。足せない4は5を入れて1を取りましょう。その次、足せない2は8を取って10です。1円そのまま入れましょう。答えは31です。こんな感じでやっていきますよ。はい、その次、1円入れます。7円つまみます。8円引くときは3を取って5を上げてください。そして3円そのまま入れてみましょう。足せない4は5を入れて1を取る。5円はそのまま引いて、2円もそのまま引いて、答えは0です。9問目に移りますね。4円入れますよね。足せない8は2を取って10。7円をそのままつまみます。足せない6は4を取って10を入れる。足せない5は5を取って10。9はそのままつまむ。足せない1は9を取って10ということで、答えは40です。どんどんやっていきましょう。はい、10問目です。6円をつまみましょう。足せない9は1を取って10。2円はそのまま入れる。1円もそのまま入れる。足せない7は3を取って10。そして3円そのまま入れましょう。足せない5は5を取って10です。こんな感じで33というふうに求まります。で、この日経連の取算10級の問題 A、B、C というふうにあるんですけれども、 A の問題100点満点中の70点以上、 B も C も70点以上取れていれば合格という判断になります。で、今のところは、まあ、1桁の足し算と引き算しか出てこなかったんですけれども、2桁とか3桁の問題も次から出てきますので参考にしてみてください。それでは裏面に移りましょう。 B の問題です。見えますでしょうか。やっていきますね。まず1のお部屋がここなんですね。1の部屋の1個左、こちらが10のお部屋です。ここに1があったらこれで10円とみなすんでしたよね。これだと11円、これだと88円、これだと98円。こんな感じにやっていきます。それでは1問目から実際に計算していきましょう。まず70円をつまみます。そして1円そのまま入れましょう。で、6円もそのままつまみましょう。その次、9が足せないんですね。足せない9は1を取って10を入れてください。その後6足したいんですけど、6っていうのは1と5でできてますから、1、5、10です。その後2円はそのまま入れちゃってください。そうすると148という数字が並びます。これは148と読むんですよね。ということで、ここに148というふうに書いてください。で、答えはなるべく真ん中に書く方がいいんですね。なぜかというと、例えばじゃあ右から書くと、数字が並んだように書くとこんな感じで、もう左側の枠がだいぶ空いちゃうんですね。で、バランスが非常に悪いですよね。で、バランスが悪かったり、この数字が隣の問題にはみ出したりしていると、答えが合っていても×になる可能性があるので、なるべく真ん中に、最初は大きい字で大丈夫です。あんまりにも小さすぎたり、あんまりにも大きすぎたりするのは良くないんですが、見える数字であればしっかりと真ん中にきれいに書いてもらえればそれでいいと思います。はい、で、このように、答えが2つ出てきてしまった場合は訂正しなきゃいけないんですね。で、訂正をするときっていうのは消しゴムは使用禁止なんです、そろばんは。で、なぜかっていうと、消しゴムを使ってしまうと揺れますよね、机が。机が揺れてしまうとそろばんのこの数字が壊れてしまうんですね。なので使用禁止。じゃあそんなときどうするかっていうと、間違った答え、訂正したいところを一本線で引いてしまえばいいです。
まあ、日本線で弾いてる方もいらっしゃると思うんですけども、私がその、検定を受けた時はですね、一本線で全部ことは足りましたね、10段まで一本線のみで、合格できましたんで、一本線でも日本線でも大丈夫です。ただ、まあ、日本線だとそのもう一本線を書く手間が一本線を引く時よりも増えてしまうので、あまりおすすめはしないということにしておきます。それでは2問目に移りますね、はい、まず90円を入れてください。引けない6は10を取って4を入れます。足せない9は1を取って10を入れます。そして1円そのまま引きましょう。その次、足せない6は4を取って10を入れます。7円はそのままつまみましょう。ということで、この答えは159というふうになるんですよね。どんどんやっていきましょう。まず2円入れてください。6円つまみましょう。60円もつまみましょう。足せない9は1を取って10です。10円そのまま入れましょう。足せない4は6を取って10です。答えは91というふうになります。4問目に移ります。50円を入れましょう。その次ちょっと難しいですよね。引けない5は10を取って5なんですけど、ここでよく間違える子がいます。ってやってこうやって間違える子がいるんですけども、まず50から、すいません、50から5を引くときっていうのは10円引かなきゃいけないですよね。10円を引くっていうことは、まあ、5から1を引くのと一緒なんですよね。引けない1は4を入れて5を取るっていう動きで、50から10を引く動きができるわけですよ。ということで、引けない5は10を取って5を入れる。これは一連の流れとして覚える必要があります。その次、7足すときっていうのは2、5、10足したいですよね。10足せないんで5を入れて4を引くんですね。これがね、少し難しいかもしれないですが、覚えていく必要があります。はい、今途中まで行きましたけど、もう一回最初からやってみますね。50円入れますよね。で、引けない5は10を取って5を入れるんですけど、ここで詰まっちゃう子は40円を入れて50円を取って5の友達の5を入れるって覚えても大丈夫です。その次、7を入れるときは2、5、10を足す。10足せないときは50円入れて40円を取るっていうふうに覚えてもいいです。そして2円引きましょうか。で、24円入れちゃってください。ということで、こちらの答えは74というふうになりますよね。はい、それでは5問目に移りますね。はい、4円入れましょう。60円つまみます。足せない8は2を取って10です。そして2円そのまま入れちゃいましょう。ここ5を足したいですよね。ここに5を足したいですよね。10の部屋に5を足したいです。足せない5は5を取って10です。足せない7は3を取って10です。 OK ですか。これは131ですね。はい、で、今、まあ、疑問が生じた人もいるかもしれないですね。ここ5を取って10って言いましたけど、50取って100やないかいってね、思う方いらっしゃるかもしれないですけども、まあ、それを言ってるとですね、かえって分かりにくくなるので、まあ、大体のその、覚え方通りに進めていけばいいんですよね。そのやってることは一緒なんですよね。桁数がちょっと変わってるだけで。なので、便宜上5を取って10と言っています。50取って100って言ってもいいんですけど、5を取って10の方が簡潔で分かりやすいですよね。10の部屋で5を取って10。みたいな形で覚えていっていただければというふうに思います。それでは6問目に移りたいと思います。はい、まず5円入れてみましょうか。5円入れますよね。引けない2は3を入れて5を取るんですね。50円はそのまま入れましょう。足せない4は5を入れて1を取る。その次、引けない3は2を入れて5を取りましょう。その次、30円はそのまま入れればいいですよね。ということで、こちらの答えは84です。 OK ですかね。7問目に移りましょう。10円入れてください。7円つまみましょう。72円もそのまま入れます。足せない4は6を取って10を入れます。で、6はそのままつまみましょう。ということで、こちらの答えは99です。 OK ですか。8問目に移ります。30円入れてください。引けない6は10を取って4を入れます。50円そのまま入れます。足せない1になるので5を入れて4を取ります。引けない7は10を取って3を入れます。足せない9は1を取って10です。77です。まあ、このように数字が99、77というふうに、まあ、なったりすることもそろばんの問題ではよくあります。よくあるんですけど、数字がたまたまゾロ目になったっていうことは別に気に留める必要はないです。答えはいろんな種類があるので、
99、77で数字が2個連続で揃ってるからもしかしたら間違ってるんじゃないかなとかっていうふうには全く思う必要がないです。それでは9問目に行きますね。1円入れてみてください。2円も入れましょうか。70円つまみます。足せない3は5を入れて2を取りましょう。20円そのまま入れてください。足せない5は5を取って10を入れますが、10も足せないんですね。10が足せないときは90円取って100円入れちゃってください。ということでこれは101と書いて101と読みます。それでは10問目に移りましょうか。はい、まず49円を入れるんですよね。足せない5は5を取って10を入れる。10足せないから50円入れて40円取りましょう。その次、足せない7は3を取って10を入れてください。そしてこの10を入れてください。8をつまみましょう。ということで79が答えになります。こんな感じで A と B の問題は満点が取れるといったような運びになっていきますよね。そしてラスト C の問題移りますね。A と B ができて C の問題も完璧にこなすことができればそろばん10級はすぐに合格することができるんですよね。というわけでまず1問目からやっていきますね。90円をつまみましょう。6円をつまみましょう。3円入れましょう。足せない6はこの10の部屋でですね、足せない6は4を取って10を入れます。そして1の部屋で4を足したいです。足せない4は6を取って10を入れます。その次、足せない2は5を入れて3を取りましょう。ということでこちらの答えは165というふうになるんですよね。はい、そろばんスライドさせて2番に移りますね。1円そのまま入れましょう。20円そのまま入れましょう。足せない9は1を取って10です。引けない3は10を取って7をつまみますよね。で、70円もそのままつまんじゃってください。そして1の部屋から7を引くときは2を取って5を上げます。これで9って答えを書いちゃう子が非常に多いんですけれども、1の位に0が残ってるんですよね。ということでこちらの答えは90というふうになるんですよね。それでは3問目に移ります。まず1円入れてみてください。そして10円も入れましょう。3円も入れましょう。足せない4は5を入れて1を取ります。足せない8は2を取って10を入れます。そして6を最後にバシンと挟んじゃってください。これは68が答えになるんですよね。次の問題に行きます。7円つまみましょう。引けない4は1を入れて5を取ります。96円そのままつまんじゃってください。そして2円引きましょう。こちらの2を足すところで足せない2になるので8を取って10を入れれば117。いいなとかね、言わなくていいですからね。はい、それでは5問目に移ります。5円入れちゃいましょう。40円入れます。8っていうのは3と5でできてますから3、5、10です。で、10足せないから50円入れて40円を取るんですね。この動きできたらかっこいいですよね。40円入れて3、5、10、この動きなんですよね。で、足せない4は5を入れて1を取りましょう。その次、60円足すとき、こちらで6を足すときは1、5、10です。その次に足せない9は1を取って10入れちゃってください。っていうことでこちらの答えは126というふうになります。まあ、結構長い間撮影しておりますけれども、18分29秒ですかね、今がね。あと5問で終わりですので最後まで頑張っていきましょう。はい、それでは6問目に移ります。90円をつまみましょう。引けない5は10を取って5を入れてください。足せない5はここ10の部屋ですね。足せない5は5を取って10で、3円はそのまま入れるんでしたよね。その次、足せない7は3を取って10を入れてください。引けない1は4を入れて5を取りましょう。ということで答えは144というふうになります。その次、7問目に移りますね。3円入れてみましょうか。3円入れますよね。その次、足せない4は5を入れて1を取ります。10円そのまま入れましょう。1円もそのまま入れましょう。50円もそのまま入れちゃってください。その後、足せない7になるので足せない7は3を取って10を入れてください。ということで7問目は75が答えになります。さあ、ラスト3問です。頑張ってやっていきましょう。はい、まず90円を入れるわけですよね。引けない8は10を取って2を入れてください。足せない9は1を取って10です。ここ、その次、10の部屋で8を足したい。足せない8は2を取って10。1の部屋で4を足したい。足せない4は5を入れて1を取る。
引けないには3を入れて5を取るということで、こちらの答えは173です。 OK ですかね。9問目です。1円入れてください、40円入れてください、6円つまみましょう。足せない8は2を取って10です。足せない3は7を取って10、そして4円をそのまま入れれば134というふうになります。これは134が答え。それでは10問目に移りますね。まず2円を入れてみてください、7円をつまんでみてください、20円も入れてみてください。足せない9は1を取って10です。10円そのまま入れましょう。その次4を足すとき足せない4になるので6を取って10を入れます。10が足せないから50円を入れて40円を取ります。ということで、まあ、これ12って書いてしまう子も非常に多いんですけれども、上の玉は5玉なんで52と読まなきゃいけないんですよね。ということで10問目の答えは52。こんな感じでそろばん10級の A と B と C の問題は満点が取れるような仕組みになってます。でこの、まあ、瞬発力といいますか、どこでどの足し算引き算の九九を使うのかっていうのをしっかりと理解すれば、こういう問題は瞬時に解けるようになっていきますので、ぜひそろばんの練習を通して勉強にも数学にもいろんな分野にも強くなっていってください。ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。